アイドル数についてのご質問にお答えします。よくあるご質問が、先生、このアイドル水作るときにメープルシロップは使ってもいいんですか、というお声が多いんですね。で、私は実は別動画で一番のおすすめは蜂蜜ですよとお伝えしているんですが、中には蜂蜜苦手です、食べれませんという方もやはりねいらっしゃるんですね。そこで、まあ、そういった方ですとか、またメープルシロップはどうなんだろうと思ってらっしゃる方についてお答えしていきたいと思います。結論からお伝えしますと、メープルシロップ丸です。なぜ丸かという理由と、その具体的な作り方お伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。で、まずなぜメープルシロップでしたらいいですよっていうその理由は、もともとそのベースのアイドル水の材料ってですね、白砂糖を使うんですよ。で、私はこの白砂糖はおすすめしませんってお伝えしてるんです、まあ、なぜかという理由も別動画でチェックしてみてください。で、その白砂糖の代わりに蜂蜜がいいんですよということをお伝えしてるんですが、このメープルシロップもそうなんですけれども、その白砂糖と比べたらカロリーが低いですね。で、またその糖の吸収を緩やかにしてくれる作用がありますから、太りにくくなるわけなんです。糖吸収するの嫌ですよね、まあ、どんどん太ってしまうわけですから、そこを抑えてくれるこのメープルシロップ使う手はないですよね。で、またビタミンやミネラルが豊富なので栄養価が高いわけです。で、ダイエットされたい場合は栄養不足だと太りますよ。なぜかというと、栄養不足のままダイエットを励んでしまっては、体がますます栄養欲しがって食欲がですね増してしまうんですね。で、結果食べたくなってしまってリバウンド、その繰り返しの原因の一つなんです。ですから、あなたがもしダイエットしたいと思ってらっしゃるようであれば、必ず栄養はしっかりとっていただきたいと思います。で、その栄養がメープルシロップで取れるわけです。で、また亜鉛が入ってますから、これがすごいです。免疫力上げてくれます。やはりその免疫力が高い体でダイエットしないと効果がダウンしますので、おすすめなんです。で、ここでただメープルシロップ注意です。さまざまなメープルシロップがですね世の中も出回ってるんですね。で、必ずできればそのまあカナダ産のもうピュア 100% メープルシロップ無添加というものを選んでください。なぜかというと、中には原材料を確認するとですね、実は砂糖がたっぷり入っていたりですとか、あとコーンシロップ由来で作られたこうまがいもの、メープルシロップ風味のメープルシロップがこうあるわけなんですよ。そういったのを取ってしまうと太りますから、もうここは絶対チェックしてください。で、最後に取りすぎ注意です。これはね、蜂蜜も一緒なんですけれども、どんなに痩せる効果があるこの甘味料だったとしても、取りすぎてしまったら NG ですよね。さあ、いかがだったでしょうか。まとめます。アイドル水を作る時は砂糖ではなく蜂蜜がベスト。でも蜂蜜が食べられない、もしくはメープルシロップが家にあるという方はメープルシロップ使って良いです。で、これ作り方なんですけれども、材料です。天然水 500ml、 緑茶パック1袋、レモン果汁大さじ1で、この蜂蜜をメープルシロップに置き換えましょう。で、量は小さじ1程度にしてくださいね。甘みが強いですし、蜂蜜よりもちょっと太りやすいものですから注意してみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々な健康法、腸活法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。また私に直接ご質問がある場合は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、どんどん皆様登録後ご相談されていらっしゃいます。私とても嬉しいですし、励みになっております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。